どうも天ぷらです。袴です。忍びです。藤山に、いや藤山以外の芸人に、いや根立てすなわち野茂に、いや兜にいたずらを仕掛けちゃいましょう。期待させてて、なんだよそいつが。そうなんすかね。そうなん、まあ期待してて。野茂に来るのか、兜かいっていう。そういう方が多いですかね。ちょっと兜にはね、不発が多いじゃないですか。敏感ですからね。急遽ですよ、今日も。まあ今日は別荘の、ね、日なんでやってるんですが、今回藤山にも協力してもらって、まあいつもね、別荘会を見てくれてる方は分かっていると思いますが、昼飯じゃんけんやってます。もう昼飯をこうちょっと格差をつけて、じゃんけんして好きなものを選んでいくんで、負けていくとちょっとね不甲斐ないものしか食べれない感じになっちゃうんですよ。それを選ぶのが藤山好きだから、今藤山が買って出てくれて兜を連れ出してくれたと。弁当を買いに行っていきたいと思います。8人前でしたっけ？はい、本日8です。で今回匿名で多岐にわたってた。なるほど、まあ、バリエーションいろいろ、はい、弁当となんかいろいろ楽しんでいきましょう、ね、これはもう、はい、兄さん定評あるね、はい、任せておいてください。では行ってきます。お願いします。いってらっしゃい。1時間半ぐらい稼いでくれるとありがたいと。まあ山の上なんで結構街に出ていろんなところでこう買い漁ってたら普通にそれぐらいかかるよね。まあ普段の買い物でも1時間かかるんで、だからプラスアルファを入れれば。カブトさん以前、失態を犯しましたよね。はい、てってれ看板を忘れるっていう、まあ自らのいたずらを仕掛けられた時まあその時は根立てすなわち野茂にいたずら仕掛けるよっていう日だったんですけれども、それはカブトさんに言ってるだけで、俺たちはカブトに仕掛ける日だったんですけど、罰として禁煙させてました。3週間で今日吸えるという日。別に吸わないっていう選択肢もあるんですけどね、彼曰く今日は吸いたいってことなんで。でこれが預かってた彼のタバコ、こちらで吸うんですけれども、このタバコの中にフラッシュコットン入れちゃいましょう。大丈夫なんでしょうかね。一瞬で燃えてなくなる可燃性の綿。おお。あの量でそれをこの中に入れたらどうなるんだ。ここのまず葉っぱに着火させて吸い込んで火をこう中に入れてきた時に綿に入った時にどうなるか。だからちょっとこれ実験してみましょう。いやしかもいいのがロングなんですよね、彼のタバコが。なるほど、だから安全だよね。安全ですね。あ、なに、なるほど、キメペンので試していいと。そうなんですよ、彼本数数えてる可能性あるから。確かに俺もだから一本無駄にしたくはなかったのよ。さすがキメペンだね。キメペンです。絶対映んないんだよな。絶対映んないんだよな。でもたまに見切れてる。紹介時だけなんだよな、嫌がんの。気がいりますね、なかなか。3週間経ったから、はい、やめれそうみたいなこと言ってた。そう、あれだけ絶対吸うって言ってたけど、ちょっと吸わなくてもいいかもしれませんまでは言ってたんですよ、はい、じゃあ吸わないって言ったら吸います。これぐらいでもう言っていいと思う。はい、いいんじゃないですか。うん、行くな。なんで、ね、多い絶対多い。行くな。ほんと、ね、こんな多い。どんくらいじゃ。いやいや、さっきの見ました。不満そうだぞ。あの手品師の人は、うん、まあ、違うマジックだけど結構こう、なんかちねるというこの。ちねる。あ、もうちねる。こにゃ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 です。はい。あ、もうこんぐらいに。そうですね。ちねるはちょっと。ちねるって何？その前に。あの。よい子浜口さんが無人島生活の時にあの小麦粉から米作ってる時に一個ずつちねってた。こうやってつねるってこと。あ、なんかそう、つねってこう。これぐらいちねればいいですか。うん、ちねる造語だから。なんでつねるって言わないの。つねるはちょっと違うなと思って。なんでちねるって言ったの。
面白いかな恥ずかしいしっくり あ、すごい。ただでさえね、忍さんの外やじって賛否じゃないですか。賛否なんですよ、はい、好きな人は好きじゃん、はい、でもね、うん、嫌いな人は嫌いだよね。好きな人は好きで、嫌いな人は大嫌いっていうちょっとプラスマイナスマイナスだよね。あ、ちょっとマイナスです。6、4くらいでマイナスが強いです。大になっちゃうから。好きな人はちょっと好きなんだよ、はい、嫌いな人は大嫌いです。大好きな人いないの。好きな人ちょっとだから、すごい困って大好きまで言ってくれたら俺たちも擁護できるんだけど。そうですね、ハイリスクローリターンとか、はい、で今回嫌いな人、テンプさんのと嫌いだから、テンプさんのこの発言により、うん、より助長されます。ニベアも到着しました。やっぱね、粘着質はあるわ。粘着質はあるから、うん、落ちない。おお、さすが。ちょっとやってみようか。はい。俺もう吸うのも怖いんだけど、このタバコ吸ってないからさ、むせるね。前髪で、あ、前髪燃えるパターン。いきなり来るかな。いや、結構早めに来るんじゃないですか。下向かない方がいいね。火種がついたら。あ、じゃあちょっと、あ、ありがとうございます。飛んじゃった。え、終わった。今違う。今飛ばしちゃった。今ポンって飛んできました。吹いちゃったから。吸いたくないから吹いてたんで。え、タバコ吹いた今。いや、吸ってた、ね、だから爆発して飛んでった。あ、飛んでった。どこに。なんか、あ、もう気化したのか。こっちの方に行ったけど、これはだから紙で覆われてるから、やばい、タバコの匂いが充満する。やべやべ、そうだ、ごめん、ダメか、ちょっと多めってことかな。いや、多めでも多分この筒の中で気化しちゃうだけだ。あ、ファってちょっとエアリーにする。もう一発試す、キメペン。あ、十分でも、でも今あれが少なかった。そっか、多めにしときゃボンっていくんだ。はい、この中にあれを、今多めでしたもんね、ちょっと、うん、多め、エアリーで多めにしたからボンっていって。あ、今知ってるから知らなかったらめちゃめちゃ上に死ね、死ねってない、死ねってない、ふわふわって、これで、あ、この辺まで見てて結構細長く、結構エアリーででっかくして、で先端だけ葉っぱ詰めて、うん、これだから5本ぐらい作んないといけないですよね。でもそうだよ、怖え。お、うわー、怖い。エア、エア、あ、うわー、エア長い、怖い、怖い、怖い。エアリーで長く、でかい。これはデカリーかもしれないな。これデカリー、デカリー、うん、なんででかいをエアリーみたいにデカリーって言ったの。面白い。映ってないのに顔まで作って。すごい眉毛を今揺らしながら。言い方、面白いと思って。言い方に気をつけたら顔がついてきちゃった。でも今中野さんが笑ったことを俺は聞き逃さなかった。なんか鳥やパジャマが、忍びが。そこなんか言うのよ。我々のマネージャー中野なんか。口説こうとしてるんですよ。なんかモテようとして俺が妙に必要以上にボケてるっていうその言われ方をするんですよ。違うんですよ。俺たちのマネージャーになんか紹介出さないでもらっていい。いや、出してないんだよ。出してないし。一応第2弾やってみましたよ。あ、全然外見は全然。おお、怖い。これはびっくりするよ、知らなかったら。これはびっくりするね。いけるね。正解はエアリーだったね。あ、ありがとう。まあちょっとね、正直
ここまでの色味、あでも一回白が挟んでの茶色、はい、わずかにまた入れたのさっきの、あ、これだね、はい、並べてます。2本完成です。できましたよ。5本完成いたしました、はい、ここまでが葉っぱ、日当たがここ、日当た、フラッシュコットン、ここ、これ一番でかいね、フラッシュコットン、ここ、ここもフラッシュコットン、はい、ここフラッシュコットン、できました。前列からしか取らないもん、ね、前列5本全部フラッシュコットン、この辺から抜くことはありえないでしょ。いや、こうやって取るやついいな。タバコ人としてこっちから抜いてたらもう警戒してるよね。いや、だって、うん、その時はもう彼芸人として最後の日だよ、ね、だってタバコ人そんなことしないもん、普通はこっから抜くって。そうですね、天ぷらも袴も私も昔かつてはタバコ人でしたけど、うん、タバコ人、はいはい、そんなとこから抜かない、抜かないよね、抜かないっすね。これを3週間ぶりに吸える至福のひととき、その時にフラッシュコットがブワフッと爆発した時の兜のリアクション楽しみましょう。袴も働く可能性があるのか。ってね、ローンもやってるんで。嫁さんの反応、ふじちゃんには言ってないのかい？言ってないよ。ああ、言ってあげなさい。教えてください。坂道が嫌。ああ。坂道ですか？坂道が嫌。坂道ってそんなにある？まあだから海と山があるからってイメージだろ。あ、そうですね。そうだ、まだ大丈夫です。もう今日はもう終わりです。そうですね。うん、ありがとうございます。なんか要望もある。もう10今日はもう、じゃあもう今日はもうあれだね、帰れるね、あれってことはもういいっすか、あ、やる、いいっすか、やる、回すじゃん、うん、回そうか、いいっすか、ショートよ、ほほー、あ、ショートよ、さあ、とか今一応、あ、こっちで撮っとこうか、ほほー、3週間ぶり、いや、買おうお前、ほほー、まあ、オープニングが撮るね、別で別オープニング撮る禁煙の、うん、まあだから生配信を見てくれた方は、はい、ショートですか、一応、はい、まあショートでも回して、はい、一応この本カメラも回して、はい、3週間ぶりの行きますから、はい、いいですか、てか吸っていいの、一応3週間経ってさ、はい、まあ頑張って耐えてきてさ、はい、もうこうここまで来たら僕もう禁煙しますよなら別にそれでもいいのよ。いや、まあ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 。どうすんの？吸うの？はい。吸うんだ。すごい。だってあんなにだってね、吸わなくてもいいかもみたいな。え、何週間我慢したのに？そうなんですよ。それで言うとその忍びさんとかにはお話ししたんですけど、うん、ここ3日ぐらい、うん、吸ってやべえってのが、うん、全くなくなって。じゃあやめちゃうね。これ全くないんですよ。不思議なもんで。うん、不思議なもんでそういうもんなんだよ。人間って慣れてるから。ずっとしんどかったんですけど、今は特にこうご飯食べた後とかもすいてみたいなのなくて、うん、ってことはじゃあこのまま禁煙は、いや、吸います、なんなんだよ、いや、すいません、吸えるなら吸えるなら吸わせてもらいます、うわー嬉しい、持ってきたのかな、あれだ、タチさんが、お、袴さん、はい、あ、すいません、袴さんが、あ、俺に預けたやつ、はい、お前もう吸わなくていいっていうから吸えちゃったよ、え、あら顔だって吸わなくて大丈夫って言うから捨てちゃったよ、はちょ、マジ何してんすか、マジ何してんすか、シシみたいな、マジ何してんすか、吸わなくて大丈夫って言うから、それは今の気持ちでまあまあ吸わなくても大丈夫かなっていうだけでありますよ、ありがとうございます、怖かったな今の空気、危ない、めちゃくちゃ思っちゃうとこだった、マジでヒヒみたいな顔してたよ、危ない危ない危ない、わー嬉しい、ヒヒそのものの顔、嬉しい嬉しい、なんかもったいない気がするな、もったいないよ、いや、そのなんかあれとかもすごいんでしょうねとか、ワクワクがそのヤニクラみたいなとかのワクワクもあります、ヤニクラっていうのはクラクラするやつね、いやなんかヤニクラ自分で吸っちゃうからなんでしょうけど輪ゴムで止めてるんですね、すいません、ありがとうございます、よろしいですか、いやもう渾身の一服にしろその代わり、ちょっと室内だとあれなんでね、渾身の、あ、全然ここですよ、室内でいいよ、え、いいですか、うん、うわっ、もう動画撮っちゃう、うわー嬉しい、なんだよ、もっ
うわー、戻るのか、あの世界に。うわー、じゃあもうほんと渾身だよ。うわー、ちょっと、ちょっと湿気てるじゃないですか。いいよ、大丈夫だよ、大丈夫。いいよ、いいよ。はい、じゃあ、いっちゃえよ。若干あるんですよ、うん、あれ、ちょっと待ってください。抜けてるな。濡れてる？いや、葉っぱが抜けてます。うわぁ、すいません、すいません、いただきます。気持ちよさそう。うまい。いい、本当にうまいタバコを吸ってるんだね。はい。わあ、でも来るな。エリクラ来る。はい。わあ、でもうまい。ハイバラ。でもこれうまっ。どうなの？ハイバラ。あ、これみたいなないね。あ、違います。なんか。癖。あ、すいません。すいません。はい。傘を。なんか、うん、あ、やっぱでも人が、うん、あ、やべえっす、ちょっとやべえっす。食らってきた。食らってます。ちょっと罪悪感感じてんじゃない、なんか、うん、あれだけ頑張ったのにっていう。いやいや、でも、うん、めちゃくちゃねえな、おい。うまっ。いいのかね、吸っちゃって、うん、なあ、足りないなぁ。なんか残念だよ、はい、え、うん、残念、残念だな、いろいろと残念。吸われたこともそうだしな、うん、でもいつでも、いや、寝れないし、もう一本行きますよ、うん、はぁ、うまっ、やばっ。連続でいけるようなもん。え、今結構来てます。来てる。ちょっとあの、でも前はチェーンスモーカーしてたでしょ。チェーンまでいかないですけど、まあそうですね、あの1時間に1本は吸いたいかなっていうような。あ、やばいな。何、食らってる。食らってます、食らってます。すごい、すげえ。いや、それぐらいだからもう抜けかけてたってことよ、うん、抜けかけたっていうか、もう台無ししちゃったよ、うん、戻っちゃった。あ、もう解禁だから、もう新しいのに行けばいいじゃん。いや、一応根っこまで、すいません。うわぁ、あー、ちょっと、ちょっと、汚っ、そこまで、そこまででしたね。もう、そこまでです。まあ、いいよ、急いで、そこまでです、もう。え、お前、もう一回吸いたら吸え。ありがとうございます、うん、うまい。ありがとうございます。うまいね。うまいっす。うん、すごいな。煙の世界に戻っていくな。はい。ちょっと生で足ですか。そこまでだ、もう。天ぷら。そこまで。もう。天ぷら。吸いたいの。はい。吸え。ちょ、もったいないっすわ、なんか。もったいないっす。吸え。うまい懐かしい。あー、3週間を全部無にしたね。ちょっと手震えてますもんね。そこまで、もう何してんすか。そこまでだよ、もう。何すマジ持ったしたのに。そこまで。ああ、すべちょっと穴掘って埋めろみたいな。頭おかしいっすよ、この人。おすべ。びっくりした、びっくりした、こっちだよ、びっくりした、びっくりした、何本目だよお前よ、びっくりした、びっくりしたよ、びっくりしたよ、何なのこいつ。でもびっくりした、マジで。いやー、何なの本当に。葉っぱが抜けてるだっけ。マジで本当に、葉っぱが抜けてるとか気づくな。
葉っぱが抜けてるスカスカなんですよとか。気づくな。最初取ったやつもう行きなさい。あ、そういうことか。そういうこと。なんでしまうの？いや、あの、前のやつだったんで中で触れちゃって葉っぱ抜けることはあるんですね、タバコって。だから、あ、葉っぱ抜けちゃった。これはもう5、6本用意してたよ、これクラス。え、全部かいくぐって、わざわざ奥から3本、うん、全部かいくぐ、5、6本用意してた。もう一番前列にね、うん、前列に5、6本用意してた。それかいくぐってちょっと湿ってる、うん、あ、葉っぱ抜けてる。ちょっとあの、だからあれか、その向いてないっすよ。向いてないんすよ。ほんと決まらんな。向いてないっすよ僕。いや、びっくりした、しまった時には。しまわれたの初めてだ。いたずらタバコしまわれたの。だから向いてないんですって僕。まあまあまあ、新しいタバコも用意してあげてるからな。えっ、優しい。ブラインさせちゃってるから。お優しい。そこはね。いやいやいや、おお、びっくりした。じゃあもう、ちなみにこれも吸ってよ。これも吸ってよ。ちなみに。これも吸ってよ。うん。ちなみにね。うん。ライターどっか行っちゃった。こうなるはずなのよ。こうなるはずなのよ。あー、怖い。